ました。名古屋行き特急の白鷺10号でございます。本日もご乗車いただきましてありがとうございます。私、JR 東海名古屋車掌区車掌の和田でございます。これから、鈴木ひびとともに終点の名古屋までご案内してまいります。運転手は霊満天空の島崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。車掌室は中ほどの4号車と後ろの9号車でございます。ご案内はご遠慮なくお申し付けください。車のご案内でございます。全部で9両ございまして、先頭が1号車、後ろ9号車で運転をしてまいります。前の方の1号車から6号車まで、前より6両座席指定車でございます。グリーン車が4号車でございます。自由席は後ろの3両で、7号車から9号車、後ろ3両、自由席車両でございます。車内禁煙車両は先頭1号車と後ろの9号車でございます。ご協力をお願いいたします。各車の号車番号が出入り口の上に3、4数字で表示してございます。座席の番号は窓枠の上に表示してございますので、お確かめください。それでは止まります駅到着時刻を順にご案内させていただきます。次は高岡に止まります。15時47分に到着です。金沢には16時17分、金沢午後4時17分に到着いたします。小松が16時36分、加賀温泉16時46分、阿波羅温泉16時57分、福井17時9分、途中の福井には午後5時9分到着です。鯖江17時18分、敦賀17時44分、米原18時19分、途中の米原到着は午後6時19分でございます。米原からは東海道線を走ってまいります。大垣が18時46分、岐阜18時55分、尾張一宮19時4分、終点の名古屋19時16分、名古屋の到着は午後7時16分でございます。次にお願いでございますが、各車のデッキにはくず物入れが用意してございますので、どうか車内でできましたくず物を大変お手数かけますが、お運びいただきまして、きれいな車内で終点までご旅行ができますように、皆様方のご協力お願いいたします。また各車の洗面所には、くず物入れ用のビニール袋が用意してございますので、どうぞご利用いただきまして、車内美化にご協力のほどお願いをいたします。特急列車でございます。乗車券の他にもう1枚特急券をご用意ください。お乗り換えやお時間の都合などでご用意ができなかったお客様、お手持ちの切符で乗り越し、あるいは変更がございましたら、車掌までお申し付けください。またこの車内で、オレンジカードも販売させていただきます。東海会社で作りました、いろいろなオレンジカードを取り揃えておりますので、ご旅行記念にプレゼントにぜひご利用ください。オレンジカードは車掌が販売を出しております。お申し付けください。大変お待たせいたしました。名古屋駅の特急、白鷺10号でございます。ご乗車